OK だよと、先払いももちろん OK だよと、自由なんですよ。もちろんね、後払いを使っていただいてもいいですし、あのローンでもいいんですけども、後払いとかローンが専門っていうわけではないんですよね。もうそれぞれの経済状態に合わせて自由にすればいいということでやらせていただいてます。まあ、でも不思議なことにね、あの2割ぐらいの方は先払いしてくれるんですよね。満額でですよ。ほんで6割ぐらいの方があの1年以内に、完済してくださいますね。だからそんなにいないんじゃないかなと思うんですね。で、吉谷さんが英会話で例えてらっしゃったんですけども、そうですね、英会話とか大学ってのはまずあの生徒さんっていうかね、申し込みする人にお金をいただいてそれからスタートしますね。まあ、そういう形があってもいいと思いますけども、じゃあ英会話や大学に例えるんだったら、じゃあ皆さんはね、今度私は飲食店に捉えてほしいんですよ。飲食店に例えていただいて、先にお金を払う飲食店っていうのもあると思いますけども、やっぱり食べた後に会計があるっていうのがね、あの普通だと思うんですよ。食べた後に、あ、美味しかったねってことで納得してお支払いすると。で、よく知られてないことなんですけども、飲食店行って食事に不満があってとても食べられないとか、これはあの自分の求めてたものと違うっていうことになると支払いを拒絶することもできるんですよ。まあ、そういったところでアンフェアではばかりではないのかなとは思うんですけどもね。あ、おはようございます。はい、どうぞどうぞ。はい、皆さんね、楽しんでらっしゃいますね。で、私が考えてるのは、あの、ビジネスしたいんだったら止めませんし、ビジネスを希望されるんだったら私の速稼塾でしっかりとね、上級編がお伝えできますんで、初級編から上級編までもう何でも声なんですよ。私は苦手なジャンルありませんから。で、その結果ですね、いろいろ思うのは、もしね、金利とか利回りがビジネスの収入を上回るんだったら、そっちから先にやればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、私が考えるビジネスに対する考え方っていうのは、効率ですよね。あの時間を割いて、労力を割いて、でいろんなね、エネルギーを割いて、で収入が上がるかどうかわからないっていうのがビジネスですよ。でも聞かないですかってことですね。そういうことがあるんで、まあ、私は今ね、収入を上回ってるんじゃないかなと。これトマ・ピケティさんもね、言われてますけども、本当そうだなと思うんですよ。じゃあお金持ちが労働してお金持ちになったのかって言ったら、そんなことないです。お金持ちは金利とか利回りってものを使ってお金持ちになってるんですよね。自ら動くことはないんですよ。じゃあどっちを目指しますかってことですよね。労働を一生懸命して、ビジネス一生懸命して、お金持ちになれない方法でお金持ちを目指しているのか、それともお金持ち、すでにね、お金持ちになった人っていうのは金利とか利回りを使ってます、こういうものを使ってお金持ちになるのか、どうですかねってことなんですよ。で、ここまでをまとめますとね、私は人のニーズを満たしていくのがビジネスだと思うんですよ。だから、いや、あの先払いきついんで後払い分割がいいですよっていうニーズに対して私がビジネスをしてるとしたら、それに応えてるってことなんですよ。だから最初に、多くの人からお金をね、先に分取っちゃって、どうもおはよう、分取っちゃっているのかな、どうかなとかね、思いますよね。で、あとね、私ね、速稼塾始めた頃から基本的に後払いなんですよ。最初セルフバックを教えてお金いただくってものをしましたけども、あのセルフバックって自己アフィリエイトで、2万円以上の売り上げが上がった人からだけ1万9800円いただくっていう方にしてますからね。で、100% そうなったってことなんですよ。みんな1万9800円以上の売り上げが上がったから、あ、くださいねってことで、ニーズを達成したから私も約束通り後からいただくって形ですよね。で、仮にその2万円の売り上げが上がらなかったら、私は別に1万9800円いただかなかったと思うんですよね。おはようございます。はい。で、私の場合はね、収入が後でも当然と思ってます。最初にお金をもらうのが当然っていう風なね、ビジネスをされてる方とか、ネットビジネスを中心としてされる方いますけど、私は後払いが当然だと思ってるんですよ。なんでかっていうと、もうこれはね、私の体質なんですけども、日当って考えてみてください。お給料日当って、最初に、はい、7000円だよって言って、それから働きますかってことなんですよ。違いますよね。一日しっかりと働いて、それが雇用者に認められたから、はい、約束通りお疲れ様、7000円だよってもらえるはずなんですよ。で、月給もそうですよね。1ヶ月経営者の言いなりになって、出勤それから労働っていうのをちゃんとやったって認められるから、翌々月の25日ぐらいに入金されるわけじゃないですか。途中でこいつはなんだよと思ったら解雇されたりとか、なんか減給されたりとかして、約束通りお金払われないと思うんですよ。だからここをモデルにすると、私はね、先にネットビジネスとかやってる人がお金を回収して、なんかいいのかなとか思っちゃいますね、今でもね。
だから総じてね、全部のまとめ言いますけども、先に人からお金を分取るのか、それとも目の前の人が納得してからいただくか、どちらかを、まあ、皆さんもね選べるということでございます。言い換えればですね、なんかね希望を実現した方から私のお金をくださいっていう、そういうふうなね要求を実現させてもらうっていうふうな形なのか、それとも逆かなっていうところなんですよ。ビジネスって真面目にやったからって言って全員が結果出るもんではないんですよ。真面目にしっかりと1年とか2年かけたけども運が悪くてダメでしたと、全部もうね教える人から見ても誰から見ても真面目にやったんだけども利益が出ませんでしたってこともありえるんですよ。このリスクがある限りね、ビジネスってのは素養があって努力があって運があるんですよ。この運っていうものがなくて素養があって努力をすればみんな同じ結果が出るんだったら、それはね先にもらってもいいと思うんですけども、そうじゃないんですよ。最後運ってものがあって、なんかよくわかんない理由で天変地異みたいなことがあって真面目にやったのに、本当にね凡事徹底やったのに1円にもならなかったっていうことはあるんですよね。だからビジネスのリスクっていうのが消えない限りは、ビジネスを商品として扱う人は先払いにあんまり走らない方がいいのかなと思ってしまうんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは今回の、ね、動画は以上です。